左が4位通過赤黒アゴルの森山選手、そして右が8位通過アウトアンストームの伊藤選手となっております。さあ現在シャッフル中ですので、シャッフル終わり次第準決勝が開始となります。さあこの時点で皆さんなんと賞金4万円が確定との、優勝するとね、なんと15万円、すごい。熊さんもね、去年の年末はかなりのそうです、ね、ボーナスを、はい、ゲットした。家賃の更新料を払いましたものすごいリアルな使い道ですねそういや今年かと思ってラッキーラッキーとさあ伊藤選手は7枚でキープで、森山選手がワンマリガン。ちなみに僕の候補デッキであるターボフォグとアオタンアグロはトップ8にいませんでした、残念ながら。確かに最近話題、まあ、プロツアーでね、はい、出てきたターボフォグですが、そちらの方が今回環境面線トップ8にはちょっと姿が見えないという感じですよね。さあワンマリガン後、さあこれは先日後キープ、ちょっとね今ちらっと見たの鎖回しを下に送ったような感じですが、赤マナが2枚しかないんですかね。さあもう間もなく守りガンチェックが終わってスタートとなる形です。環境名人戦は決勝ラウンド、予選ラウンドの順位が上の方が先行となりますので、おそらく森山選手の先手でスタートするかと思います。気になりますね、確かにターボフォグ、もう赤いデッキは一周進んでもうなくても勝てるぐらいの感じ、赤ターンはなくても勝てますね、もう赤黒は、ちょっと専用カードなのを嫌って脅迫とかで我慢する方が多いかなっていうか、ね、イメージですね。望遠鏡とか脅迫とか大災厄だと他にも幅広く使えるので、はい、それでは環境名人戦準決勝が開始となります。さあまずはお互い山島と置いてターンエンドですが、ここにタカリアができます。そしてまずは先日森山選手はしかしマジックオンライン病でしたね。先日で下に送ったカードがなぜか上に乗ったままだった、うん、引いてましたね、鎖回しを引き込んでしまった沼なんですね。3枚目の年が、そうですね、赤が出ないんで先日で下に送ったんですが、まあ、ただ柵枠2枚も含めて黒子を置いた上で相手の妨害できそうなので、うん、うわー、しかし伊藤選手引きが冴えている。ここでもクスアンバー、まずはもクスアンバーから、そしてサイを出すかというところですかね。すごい変則的に動きましたね、うん、まあ、なのでドローして、まあ、相手に動いてほしいんでしょうね。クロックが3点なんで、まあ、この無許可の分解を構えているように見えるターンにクリチャーを費やすようなことはせずに、うんうんうん、このターンは相手の3マナを無駄にしたかった。このままだと森山選手3マナただ無駄にしてエンドなので、なるほどなるほど、今サイを出すこともできたんですけど、そうはせずに。ここでカーリゼブをキャストでターンですね。なるほど、これでは錯覚は少なくともインスタントタイミングでは合わせられないと状態なんですね。さあこのターンはもう自由に動けるので、さあキーカード鼓舞する彫像をキャストして
そしてサイ、伊藤選手手札むちゃくちゃ強いですね、うん、なんかもう揃ってますね、逆説も持ってそう、うん、さあそしてモクサンバーからさらにアーティファクトを追加してトークンを出していきます。逆説はないのか、さあここでターンエンド、手札がサイ、バラルの抗議、もう一枚がモクサン、モクサンバー、まあドローだけないけれどって感じですね、そこだけ確保できれば。さあそして森山選手と引き込むことができない、いやこの辺も難しいですね、うん、しかしこのクロックもなかなか無視ができない大きさになってきています。ここはまだ飛行機会2体でブロックして3点を通す、さっき角を鼓舞する調査と。サイがお祭りを始めました。サイ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 トリプルサイ、モックスを出し直してしまうとちょっと鎖回し出てきたときにただ1体損しちゃうんで、今必要最低限しか出さなかったんですよ。なるほどなるほど、鎖回しが出てきたときにその1体余計に死んでしまうっていうのを。さあバラルの攻撃、さあ相手のクロックを潰しつつこちらはドローですね。なるほど、もう逆説さえ引ければっていう感じですね。ちょっとね後続に不安がある感じですが、それでもどうでしょうか。さあ今手札に公開紙のコンパス1マナのアーティファクトがあるんですけど、うん、まあ、それを出すかどうか悩んでるのはやっぱり鎖回しがあるから、このままエンドすると2マナ構えてるんで、鎖回しが出てきたらサイの能力で対応して死ぬ飛行機械2体をドローに変えることができるので、なので今マナを構えたままターンを返しましたね。なるほど、さあこと森山選手よタップインですが4枚目の土地、そして赤黒ランドを引いてきました。このターンは何もせずにタイムですね。もう伊藤選手としてはサイを殺してほしいですね、うん、お、いいですね。そう、伊藤選手のリストの特徴的なところはドロースペルがかなり多い。なるほど、そこで無許可の分解が合わせてありました。ドロー3枚が全て土地でありますが、一応ライブラリは進んでいます。お、今の早かったんでドローに関する何かでしょうね。ドローか彫像か、それぐらい重要な。さあここも一応鎖回しをケアして、まあ、最低でも1枚はカードが引けるように、うん、さあここで森山選手にターンでが返ってきますが、ここちょっと難しそうですね。いろいろ選択肢がある感じですが、ここは迷わず鎖回し。もうプリズム、まあもう実質ただみたいなもんやしと。ちょっとですね、鎖鳴らしが出てきてしまいました、申し訳ございません。鎖を回す方ですね、回す鳴らす方は結構、まあ、最近あのモダンで話題ではあるんですが、こっちですね、始めたら止めないのがコツだと。なるほど、さあ戦術をしてさらにドローを進め、もう逆説さえ引ければ、まあ、引けなかったとしてもサイでブロックしながらドローしてもいいですし、あ、もう引けましたね、あ、逆説じゃないか、うん、アーティファクトをサーチする、ね、はい、博覧会引きましたが、うん、ここはターンエンド、森山選手としては再度戦線を構築していきたいところでしょう。これかなりブロックに当選慎重になっているのはどういった意図があるんですかね。もう一個追加で桜なきゃ、生贄捧げなきゃいけないんで、ちょっともう一個が単純にもったいないですね、うん、トークンはどうでもいいんですけど。なるほど、残しておきたいとですね。まあ、実際これは逆説を引いたときにワンドローに相当するカードなので、
さあ逆説ではないですがコブスル彫像を引いてきてここでチャンドラー、これはけど森山選手かなりいい展開ですね、うん、ちゃんと相手のアタッカーを全滅させておいてからチャンドラーを着地させて、うん、さあかなりおっとしかしここで途切れそうだったドローが再び、そろそろ枚数的にしかし引けない、これだけ戦術を繰り返してドローをしても解析調査も多分3枚目とかだと思うんですけど、うん、かなり引いてますよね。さしかしこれで森山選手かなり反撃の糸口見えてきました。さあこの戦術もした、うん、さあさらにコンパス改革の地図と追加してどこ増やしていきますが、ただ森山選手もちょっと妨害手段自体はもうなくなってきてしまったので、さあまずは伊藤選手のブロックを見つつ鎖橋のみブロックで3点は通していきます。そしてチャンドラの力はプラス、手札にはフェニックスがいるんですがここはめくれたフェニックスを唱えていきます。さあ予言のプリズムドローつながるか伊藤選手、あっとここでついにやっとちょっと心出しかやっとだよという声が聞こえてきそうなぐらいでしたけど、さあ8ドローか7ドロー、これが間に合うか伊藤選手、まあもう散々いらないカード下に送ってますからね手札が20枚近くありそうな、デッキのサーチ中かという感じですけど、さあここからそうですね、伊藤選手コンパスはあの解析調査が入ってるのもあって軽いアーティファクトが多めですね。確かこの3点がやはり見てると地味に嬉しいですね。かなり嬉しそうですね、うん、さらにこれで都合6点ゲインヘッドライフを戻しつつと、これはしかしかなりデッキ仕上がってる感ありますね、コンパスも含めすごいですね。さあここで相手のクロックを全滅させる、まあ、鎖回しだけ残すか、うん、鎖回しだけ残してスパラルの抗議で、さあもう一回出されると結構大変なことになってしまう鎖回しを残して他の2体を戻すと、こうやって見るだけど本当にやっぱこのデッキ強いですよね。ここまで行ってしまうとあ、もう4枚まるで無限ライフのごとし、あ、チャンドラもしっかり、さあ大量のデクターからディスカードしてターンエンド、場には大量の飛行機械、森山選手鎖を回したい回したいが、なんなら普通にダメージレースで勝ってしまうというここまで来てくると、さあフェニックス2体出します、全員で行く、うわあすごい、さあ反対と鎖回しが相打ちになって、まあ、あれですね、鎖回しをトップデッキされた時に備えて極力相手のクロックを潰しとく、なるほどなるほど、どうせあいつらいつか死んだ時のことを考えている、やり込んでますね。さあここからさあちょっと最初はドローがなかったんですけど、コミットメモリー引いたことによりそのプランも見えてきた、まあどの道こんだけマナがあれば表裏とすぐ打てるので、さあモリモリドローを進めてモリモリ飛行機械が出てくる、ああもうかなり盤石ですね、コミットメモリーコミットメモリーってあるんで妨害も何のその、まあ、特に今森山選手はもう妨害がないということが明白なので、
さあここでターンエンドですが、森山選手ここで投了。環境免治戦準決勝フィーチャーマッチ、まずは伊藤敦選手が勝利しました。いや本当にちょっとやっぱアーティファクトが暴れてると、どうしてもマローのあの言葉がカラディシュは本当にすごいなと。すごいですよね、本当にね、すごすぎる、うん。さあというわけでここからサイドボードに入っていきます。さあ竹内選手、森山選手ですね、森山選手赤黒ということで、ここは当然、いつものセットがサイドボードから入ってます。あとボーマットとかですかね。ボーマットはどうだろうな、まあ、入れるしかなそうですが、まあそうですね、ここからですね、またサイドボードの方が絶対メインボードよりはきついので、うん、ただ本当にまあ体でしちゃパないですね。まあ、作画が減ってたりするとやはりデッキパワーはすごいのではないかと。もうね、改革化の地図なんかもね、見てるとものすごい地味なんですけどね、これも使われてしまうという。さあ伊藤選手、スタンダードで勝つために最もおすすめの練習方法はというのに、はい、マジックオンラインでチケットを溶かすことだとそのチケット溶けたチケットの結晶が今、うん、プリズム抜くんですね、すごい な、 あ、なるほど。プリズムは一番便利なので、これはどういった意図があるんですかね。まあ、単純に効果が薄い、まあ、2マナでまあ何もしてないのと一緒といえば一緒ですからね。なるほど。まあ、それよりもコンパスのライフゲインだったり、うん、まあ、1マナという軽さを、まあ、そもそもメインに採用してくれるぐらいなんで。いやすごいですね、これはぜひ記事を依頼して明日中に仕上げてほしいですねここで勝とうが負けようがさあ基本セット2019環境免治戦準決勝のフィーチャーマッチをお送りしております。1本目は青田ストーム伊藤敦選手が勝利しています。さあ森山選手ですが、予選の結果が、スタンが4勝1敗1分け、そしてドラフトが3勝0敗とですね。まあ、やっぱりプロツアーもそうなんですけども、うん、混合フォーマット2種目以上ある場合ってやっぱりドラフトはかなり皆さんも2・1以上とか、うん、プロツアーでも5・1とか、ね、低い人でも4・2とかなんで、やっぱドラフトは鍵ですよね。まあ、やっぱ日本選手権今週ですからね、やっぱ皆さん読みたいだろうということで、うん、まあ、明日締め切り依頼を出すとですか、ね、そうですね、まあさってカラオケ行こうって言ってた気がするんで、まあ、それぐらいはじゃあ明日までに出してくれたらめちゃくちゃプライベートな話ですちょっとナチュラルすぎてびっくりしちゃったんですけどさあカラオケの話は置いておいて、準決勝2本目がスタートします。さあ森山選手、チャンドラが2枚と強迫が見えますね。さあこれはキープ、両者キープしました。さあ伊藤選手ちょっと悩んで、島から置くかどうかを悩んでるんですかね。まあ、戦術ランドいつ置くかってやっぱかなり大事なんでしょうね。うん、まあ、基本的には多分引っ張った方が次のターン土地引いたらとかって変わると思うんで、うん、さあまずは強迫から強いですね。強い。さあザルファーの虚空が1枚と地図とモックスですね、うん、光ってるのは何かな。地図ですね。うん、いや難しいですね、手札次第ではありますけど、策悪とかがあれば、ここは彫像と。今のところ森山選手チャンドラ以外ちょっとスペルが、うん、結構切れてそうに見えましたね。
さあ鎖回しを引いて即キャスト、一刻も早くクロックを作っていきたいとところでしょうか。うん、まあ何にも関与できないんだったら鼓舞する彫像が一番良かったと思います。そうです、引きましたね。また2枚目の鼓舞する彫像も引いて、あサイもあるんですね、いつの間にサイもある、まあ、ただ森山選手が強迫で落としたんで、まあ、策枠はないだろうという。さあここでタック、ただ森山選手もかなりエンジンかかってきました、うん、ここからマナを出してクロックはドドドンと、うん、さあもうこれはどちらが早いかと優勝部になってきました。間に合うか、そして森山選手削り切れるか。パッと見サイモックス解析調査と動きそうですが、まあ、構えてるマナが、かなりここからの手順悩ましいですね、まあ、これでサイでモックス出してトークンが出てきて、さあサイからそしてモックス、あ解析打てないか、1マナ足りない、うん、でこれで構えてエンド、さあこのサイにチャンドラ能力に対して逆説的な結果を使っていく。さあ2枚は確定なんですが、彫像を戻すかどうか、まあ、ちょっとマナー的には戻さない方が良さそうですけどね、2枚だけですね。枚そして2ドロー、これでも十分大きい、サイを守りつつドロー。さあここで6点、さあ2枚目のチャンドラー即出していきます、そしてプラス能力で2点。さあもうライフを完全に詰めていきます森山選手。さあ伊藤選手土地はないんですが鼓舞する彫像があるんで、うん、アーティファクトがほぼ土地と同様の活躍をしてくれます。だけど土地も引いてますし、かなり今の一旦で手札が充実しましたね。手札ドロードロー妨害ですからね、かなり強い、うん、サイとモックサンバの相性すごいですね。いやもう本当にそこに逆説とかが絡むことによって、うん、よりモックスが輝くと、うん、さあどう動いていくのかと、まあ、フル回転させる伊藤選手、まあ、ちょっと今逆説が、うん、アーティファクト自体が少ないので、まあ、ちょっと逆説に関してはあまり枚数は引けない。さあここはターンエンドしました。ただどうですかね、森山選手はまたチャンドラから仕掛けて、うん、またかなり勢いよく出してきてるので、もう一回逆説ありそうですからね、うん、まあ、あんまり逆説のことは考えてもしょうがないので、とりあえずはできること。さあここでマイナス能力を起動しておそらく左右除去っていこうとところですが、ここに再び逆説的な結果、今回は3枚、さあここは鎖回しのみブロックして3点を受けてライフが5、まあ、返してチャンドラを落としたいのかな、うん、まあ、あとはあれか、単純にマナとして使えるので最低限でギリギリを死なない程度に、うん、さて手札はまた1対8みたいな状態、1対6ですね。まずはチャンドラ落としていく、これはけどもう盤石感ありますね、うん、構えてる呪文がえぐいコミットメモリーあり逆説あり、
オプト解析調査。さあここは森山選手、もう攻撃してきたら鎖回しをサイで止めて、さあボーマットの QC、まあ、特に問題なそうですよね。かなりありがたい存在であるんですが現在はちょっと無力か。ここはもうライフを安全圏に保っていきます。全てブロック。さあ1枚また能力ドローして、ここでサイが引かないというね、4を構えとく。さあタカリア2枚目を追加。確かにそうです、サイ引かなかったですね。4マナ構えたけどコミットメモリーを構えたかったんで、まあ、それだけ手札が強いってことですよね。さあ3枚目の逆説的な結果。さあ戻って、手札はドロー祭り、ドロー祭り、さらにつながっていく。戦術も上上、そして再び鼓舞する彫像を出して、まあ、この辺も強いですね。本当にしっかり妨害手段も入ってるんで、まあ別に特にめちゃくちゃ急がなくてもいいっていう。ああ来ました、霊気彫像最後の1枚。もう今相手の、呪文が何か飛んできたとしてもコミットメモリーがあるので、クノービですら弾ける。すごい、クノービ弾けるのすごいですね。さあもうクリーチャーサイが完封、うん、さあがっちり。もうこの後はコミットメモリーを構えるのは非常に簡単なので、さあこのターンフィニッシュまでいけるか。手札には50点砲、霊気貯蔵機が今場に登場しました。パッと見いきそうなぐらいドローはたくさんありますね。さあここで8点、そして合わせて都合4点のライフをゲイン、まあ、あとやはり、まあ、別に途中で止まったとしてもライフゲインしてエンドになるんで、うん、まあ、妨害手段止まりそうだったら別に構えてエンドでもいいですし、それは強みですよね。問題ここまで来ると別に急がなくていいっていう、ただライフゲインをしてエンドしたとこで、まあ、実際もう一旦待ってもいいぐらい余裕がありますよね、うん。待ちましたね。これはもうかなり状況厳しいが、なんとか。さあ森山選手アタック、ここには無情にもマイナス4で無力化ということですね。さあもう無限のように感じる時間の中で、さあ悠々と3ドローしていきます伊藤選手。さらに妨害、呪文、そしてライフゲイン、着々と。モリモリと飛行機械、そしてライフが積み重なっていきます。伊藤選手ライフは先ほど5だったんですがもう23と。
もうそうですね、ここまで来ちゃうと、まあ、やっぱり前まではちょっと逆説引かないと不安定な部分もちょっとあったんですけど、今はもうサイが場所ある飛行機会を生贄に捧げてドローができるので息切れすることもない。これが通る。さあブロックしてドロー、うん、さあもうこの無限の飛行機会の海をくぐり抜けないと、もうでもこれは決める気なのかな、うん、コミットメモリー打ったということは、いや手札が単純に消化しきれないから、うん、確かに伊藤選手バラル分は軽減されてなかったかも、うん、まあそうですね、ここここまで十何回戦を超えてきてこの盤面っていう、うん、どれだけの情報が目の前にあるんだめちゃくちゃ多いですよ情報量すごいな。まあとりあえずプレイヤーとしてはサイの誘発だけ忘れなかったら、うん、まあプレイしてる側としては、うん、さあフェニックスキャストですが、もう引いてきてますね。堀山選手ももう決めてくれと言わんばかりの、うん、まあコミットメモリーが墓地にあるんで土地はできるだけ置いといた方がいいんですが、さあフェニックスにも霊気誘拐がついて無力化、もう足りないことはないんじゃないかと。さあ次々飛行機会増え続ける。もう動きませんね、このままボーっと。このドローが先ほどのハゾレと。まあ、一応、お互い7枚引くとリスクがあるんで、うん、もう安全なまま、うん、確実に仕留める時が来るまで。さあアーティファクトをクラン回能力でさらに霊気貯蔵器2枚目、これで倍の速度でライフが増えていくことになります。おおすごい、もうなんかさあこれでちょっともうライフのカウントはそうですね大変ですが頑張ってください。さあ33、さあ3点減してさらにもっと減いんじゃないですか、この段に隣で4点足す、すごい、これが8点でもう足りてますね。さあここで投了と、やったらそのメモリーシャッターストームも消そうという、あえてそんなリスクを落とさなくても絶対大丈夫だった、ね、ハズレとトップって知ってる状態でその変にリスクを取る意味がないっていう、リスクを1ミリも犯さず勝てたんで、はい、というわけですごいですね、しかし本命の赤クラグラも打ち倒し、環境明治戦準決勝は伊藤敦史選手が勝利しました、おめでとうございます。